きんぴらさんお元気かしら。大紀元2020年2月5日習近平中国主席1週間姿を見せず憶測呼ぶ。まさか自己批判やったりして。記事によりますと、新型コロナウイルスによる肺炎が中国で感染を拡大している中、習近平国家主席は1月28日から1週間も公の場に姿を見せていない。香港紙新華日報は5日、習主席が軽い体調不良で入院していると報じた。案外自己批判やられてたりしてとか思っててんけど、次に現れる習近平さんそっくりさんで、プーチンみたいに臆面になってきたりして。そんなことないだろうけど、共産党やしな、何が起こってもおかしくない。記事戻って、中国国営新華社通信は3日、最高指導部である党中央政治局常務委員会が新型肺炎について会議を開き、習近平が会議を主催し重要な談話を発表したと報じた。しかし中央テレビが報じたこのニュースの画面にはアナウンサーの姿しかなく、最高指導部のメンバーは誰も映っていない。ミステリア。3日、インターネットでは習近平が武漢を訪れ、新しく建設された新型肺炎専門病院を視察したとの情報が流れていた。情報の信憑性は確認されていない。近平さんがもし武漢に入ってたらアメリカに行かれないじゃない。李克強やったっけ、あのおっさんもアメリカも行けないね。習近平はこれまで今新型肺炎への対応を自ら陣頭指揮していると発言していた。アメリカ CNN の記者ジェームス・グリフィスさんは、テレビが習近平の動向を伝えていないが、これは今までの報道スタイルと大きく異なっていると指摘した。近平さん出てこれない事情があんのんちゃうの。目のあたり眼帯しないといけないような傷があったりして、野田のように知らんけど、憶測やけど、共産党やしな、自己批判取れるやん、ボコボコみたいに、とかなってたら面白いなって思って言うてるだけやけどな。習近平さん国家主席でありながら、キーマな、そもそも中国共産党は日本共産党と同じ組織で、コミンテルンと言われてた国際共産党の一支部やからな。コミンテルンは消滅したようになってるけど、コミンテルンの指導団体っていうのは有名な医師やったん。お金持ちの集まりのなんとかメソンやからな。どんなに偉い立場にいたとしても、国家主席は地位なの、一番偉い人じゃないねん。記事戻ろ。国内外の重要な出来事が起きた場合、共産党指導部の動きは重点的に報じられてきた。イギリス紙ガーディアンは分析家の話を引用して、北京当局が権力を集中させたが、新型肺炎による感染の拡大は政局の安定を揺るがし、習近平が政治的リスクの増大に直面していると報じた。で、この間2月3日の産経ニュースによりますと、中国共産党が失策認める新型肺炎対応に欠点と不足を言うて、で、金平さんが肉声で言うてるわけじゃないわけでしょ。自己批判トレビアンポコポコみたいだわーってなりはったんかな。だったら面白いなとか思ってしまったんですけど、まさか新型肺炎でえらいことになってる、それはないかな、鳥インフルエンザかな。いろんな憶測が出てきますね。